はい、本日はですね、こちらのマンティス2別注ビームスモデルをご紹介していきたいなと思います。まあ僕のチャンネルをね、見ていただいている方、普段から見ていただいている方っていうのはですね、これをパッて見てマンティス2別注、ビームスから出たんって思いはるとは思うんですけども、もちろんご存知ない方もいらっしゃると思いますので、アークテリクスのね、人気のカバンっていうのがあるんですね。人気のカバンって何ですのというと、これがね、元のモデルになってます。マンティス2というモデルなんですよ。こんなちっちゃいバッグあるね。これがもうめちゃくちゃ人気なんですよ。特にこの黒なんかもう直営でいても買えませんよと。それぐらい人気なんですと。で、僕の視聴者の方とかですね、これを、アークテリクスに買いに行きましたと。で、YouTube 見て買いに行ったんですけど、ちょっとアークテリクスの店員さんから、拓蔵さんの動画ですかっていうぐらいですね、認知させていただいてですね、本当にありがとうございますと。これからもアークテリクスの商品バンバン紹介していきますね、なんて言ってたりするんですけども、今回ビームスとの別注が出たと。これ大体毎年出てるんですよね。毎年出てるんやということで、僕いつも買いそびれてたんですけど、今回一回ちょっと買ってみようかと。で、実際買ってみてですね、まあ今日の流れとしては、中とか開けていきながら、この元々のモデルのマンティス2とマンティス2別注モデルって何がちゃうのと。何がちゃうくて、これ値段実は500円ぐらい高いんですよ。500円高いってことは結構なんかちゃうことあんの、いや、そもそもビームスがついたから高くなっただけなの、なんていうところをね、見ていって、まあデメリットとか、おすすめの人でサイズ感というところでいきたいなと思うんですけども、まずですね、このビームス別注モデルで一つ安心できること、もうこれアークテリクスで頭悩ますことあるんですよ。何っていうと、これ偽物モデルね。これ偽物問題っていうのがもうずーっと頭を悩ますんよと。まあ以前ね、これ出したことあるんですけど、偽物比較っていうのを出したことあって、このマンティス2にも偽物っていうのがあるんですよね。もう何がちゃうか分かりませんよと。もう勘弁してくださいよっていうことでね、まあ頭を悩ましてる方が多いと思うんですけども、まあ特に Y から始まるところとかですね、A から始まるところにはにも偽物のオンラインがあるよということでね、僕以前言わせてもらったかなと思うんですけども、これに関しては安心ですよね。ここまで別注モデルで数少なかったら大体本物ですよねと。でしかも確かね、これっておそらくビームスの直営のオンラインショップしか売ってなかったはずなんですよ。だからそもそも他で売ってるっていうことがないので、まあ、もし他で売ってたらこれ偽物ですよねなんて言ったりできるんですけど、まあそういった偽物問題がねちょっと安心できるとは思うんですが、ちょっともう実際見ていきましょうか。でアップの様子どうぞ。はい、ではですね、見ていこうと思います。このビームスモデルにはこういう風にタグがあって、まあ、これねよくアークテリクスであるタグなんですけども、プラスこのビームスのタグもついておりました。こんな感じでねついてました。裏側は値段が書いてるのかな。ここに5500円の消費税ですよ、6050円ですよって書いてますけど、こんな感じですね。ではでは比較していきましょう。まずは表側のナイロン地ですよね。これは、アークテリクス、これ別注モデルですね。別注モデルはナイロンのこの感じやけども、普通モデルと比較しても、一緒ですね。もうこれ全く同じ生地使われてますね。これちょっと近くアップで見てもらったら、こうガシガシできるような感じのナイロンのね感じで、こっちのアークテリクスの純正の方もガシガシできる感じね。まあ生地は一緒ですよね。ほんでこのフラップとかもどうなのかな、色違うだけなんかな。このフラップがこういった感じ、これはゴールドやからビームスの方か。でこういう感じですよね。で対して純正モデルがこんな感じやから、まあこれほんまに色違うだけですね多分ね。では次は背面も見ていきましょう。背面もこれ全く一緒ですわ。これどっちがどっちか分からないでしょ。これがどっちでしょう、そしてこれはどっちでしょう。正解はこの今見てもらってる方が純正モデル、そしてこっちが別注モデル。これもう全く一緒ですわ。違いなし。じゃあ開いていきましょう。別注モデル大きくバーって開くと、これ紙入れてくれてるわ。こんな感じでガバーっと中に入れるような形になってて、ここにね、ちょっとなんかこう、まあ、通帳とか挟むのちょうどいいですね。僕よく通帳とか挟んでますけど。で、ここがメインのところです。メイン収納で、内側にも実はジップあるんですね。で、このジップギューって開けてあげると、まあ、ここにも多少は物入るから、まあ、鍵とか入れるかもいいですかね。まあ、鍵言うても鍵じゃなくてもいいか。まあ、自転車の鍵とかいいかな。で、ここにメインというか、自転車じゃない、家の鍵とかね、入れても家にクリップが入ってると。もうこの仕様も全く一緒ですよね。この元のベースの方も開けたら、これは赤タイプですけどね。キークリップが入ってて、メインの収納のところには、まあ、これ白やから見えやすいけどね。こういう感じで、通帳入れとメインと、中にジップがあると。もうこれも仕様はもう全く一緒ですわ。で大事なのはこれ何っていうと、アークテリクスのマンティス2はここなんですよね。このちょっとくじがガバッて開いて、これ何入れますのと。一元さんからはね、そんなお声が聞こえてくるかなと思いますが、皆さんそうですよね、よく見ていただいてる方、ここにポーンって入れるんですよね。スマホを入れる収納のところなんですよということで、これは純正の方。このマンティス別注モデルも入るんですかと。しかも中がこれ黒になってんな、ブラックタイプなんやね全部が。でスポーンと入
入るような感じだから、仕様はもう全く一緒で、何が違うのと言ったらロゴが違うだけ。ロゴがゴールドになってて、持ち手の方もちょっとまあブラウンっぽい感じの色味になってる。別注モデルの変更点はもうそこしかありません。あとはもう全く仕様は一緒になっております。はい、ということでね、まあ、これを皆さん見ていただいて、まあ、マンティスのデメリットなんかね、まあ、ほぼほぼないんですけど、これ結構女性の方とかも持ち張るんですよね。だからそう考えたら、このね柄があると一気になんていうやろ、ちょっと子供っぽくなっちゃうかもしれないですね。こうかけとってね、なんかこうどうです、ちょっと少年っぽさ出ますよね、やっぱあのロゴが主張してるから。けど対してベースの方があんまりそのつけてる感がわからへんし、ロゴも主張してないからね、こっちの方がやっぱ大人っぽくはいいかもしれないですね。でもまあ人と違うやつ持ちたいんやいう方はね、別注モデルで、これまあ気づく方は気づくけど、だいたい10人おったら9人は気づきませんよ。へえ、なんか持ってるわぐらいしか思わんけど、マンティス持ってはる人だけが、あれれ、なんか見たことないマンティスですね、あ、ビームスモデルやないですか言って気づくんですけど、ほとんどの人気づきません、そんなこと。だからちょっと別注モデルになっちゃうと、少しね綺麗め要素から離れちゃうかもしれないです。まあそんな時はね、僕がこちら作った、タク2っていうのがあるんですね。これは本革で作ってて、このケツのところにはですね、マンティスと同じようにポケットがちゃんと収納されるポケットがあると。でこういうのがですね、少し大人っぽく持つにはいいじゃないですかということで、この金具もゴールドでね作らせていただいたんですけども、ちょっときれいめにねボディバッグ持ちたいよっていう方はね、このマンティスの大きさのベースに作っておりますので、ほぼほぼ同じような大きさ、そしてスマホポケットを作ったという、ちょうどこれがええねやけども、それのもうちょっと大人バージョン作ってっていう方のねお声をうんうんうんって聞いてね作らせていただいたりはしますので、これはねよかったら下から見てみてくださいというところでね、ご紹介をさせていただいたんですけども、この大きさってね、ほんま絶妙でしょ。めちゃくちゃいいからね、やっぱおすすめってね、とにかく困ったら持っていける大きさ。うわー、なんかちょっと手ぶらで行きたいねんけど、手ぶらプラスアルファ持ち歩かなあかん、なんかキーケースと財布と持ち歩かなあかん、どないしようかな、リュックまで持たんでもいいねんけどなっていう時はね、これをポッて持っていけばね、それで済むんですよ。でそれ以外もそう、運転とか行ってる時もね、別に財布だキーだけやったらね、別にボーンって持ってたんやけど、プラスなんかちょっと通帳持っていかなあかんとかね、ちょっと嫁にね郵便物一緒に頼まれたってなったらね、なんかいっぱい持ってかなあかんもんがあるからね、もうそうやってこれに掘り込んで持っていけっていうことでね、まあ困ったら1個あったらね使えるんでね、これはねサイズ感的にも、このスマホの入れる抜くにしても、もう全てこれで完結しますので、まあ、これはいいんかなと思いますが、ちょっと別注モデルがねもしかしたらもうないかもしれない、そうなったらねごめんなさいっていうことなんですけど、まあ、僕はねこの通常モデルをね去年ぐらいから使ってるのかな、使ってるんですけど、ちょっと冬場になってくると、あんまり物入れちゃうとね、ちょっとアウター着た状態でこうつけるってなったらごちゃごちゃしてきたりはしますので、まあ、メインはね、春夏秋ぐらいがメインになってくるのかな。やっぱり冬のアウターあるときはもうポケットに掘り込んだりとかすること多いので、ちょっと活躍の場は減ったりするんですけど、まあそんなことでね、今見てもらってるかなと思いますが、まあ、かけた状態はこんな感じです。別注モデルがこうちょっとまあワンポイント見えるかなと。で別注じゃない通常モデルの方やったら、あ結構シンプルに収まるけど、まあどっちにしてもまあスポーティーとかカジュアル系にはなってくるのでね、まあそんなときは僕が作らせてもらったレザーの方どうですかと、いやちょっと切れ目持ちませんかなんていうことでね、奥さんと一緒に持てますよなんていうことでね、お伝えさせていただいたというのが、今回がマンティスの、別注モデルのビームスということになっておりますので、まあ、この辺で終わっていきたいなと思います。はい、ということで本日はですね、アークテリクス大人気マンティス2別注ビームスモデルをご紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。